ってくれよ。なんだここすげえとこ来たな。アトラクション、うわ根っこも根っこ出てるやん。思ってた以上やなこれ。おーいおいおい、とめなりくん、あーじゃねえんだよどこ行くんだよこれ。めちゃめちゃ山奥来たじゃん。見た、あの道のり絶対すれ違えないよ車前から来たら。ちょっと久しぶりだからってなんか頑張りすぎてないこれ、まね、大丈夫。久しぶりすぎて2人とも横向きっていうねもうごめん、そうだよねカメラカメラこっちだよねいやだってさ、ちょっと曲違うよっていうぐらい、これこんな山奥まであんのこの先に。なんか本当、じゃあちょっと今回のテーマ教えてよ。テーマ逆の方持っちゃった。トモナリ君逆、あ、そうか、俺がこっちにいなきゃいけない。そう、久しぶりだからさ、そう、立ち位置とか。トモナリ君、今回のテーマ何よ。あーな、懐かしいね、いいね。来ました。はい。矢板の昭和レトロを楽しんでくるなり。昭和ってこんな山奥じゃねえぜ。この先に昭和レトロがある。マジで？なんか温泉とか隠れ家の旅館みたいな感じなのかな。オッケー。今回も焼いた大好き続け。何がこのコーナー焼いた大好き。これさ、はい、伝わってんのかな、その山奥な感じとか。伝わってますよ本当、うん、確認なんだけど、はい、目的地ここ。そうです。普通に一軒家だよね。ポツンとのやつでしょこれ。普通の家じゃん。だって違います、違います。でよく見ると一軒家じゃないです、後ろにもう一軒あるんです。そういうことじゃないんだよ別に一軒か二軒かって話じゃなくて。で書いてるこれ、小滝高専でいいのかな。そうですね、小滝高専さんっていう場所だ。あ、だから温泉みたいなもんでしょ。線高専だから。高専と温泉は違うから。嘘、違うんだ。やめてもらっていいですかそれ一緒にするの。え、それ違い分かってる人、見てる人結構分かってるのそれ。俺もちょっとよくでしょ。でも、あ、じゃあいいんだ普通に出入り口って書いてるもんね、うん、はいはい、出ても入ってもいいってことでしょ。出入り口ってこと。出ても入ってもいいです。じゃあ入るよ俺、入っちゃうよすいません。はい、あ、はい、あ、本当だ、なんかこんにちは。はい、いらっしゃいませ。はい、ご主人さんですか。はい、そうです。今日栃木テレビの取材で、はい、こちら来てもいいって言われてきたんですけど。はい、はい、どうぞ。はい、これパッと見外から見ると、はい、普通のあのお宅かなと。そうですね、あの、と思ったんですけど。そうですね、あの、あんまり違和感ないと思います。でもやっぱ中入るとちょっと違いますね雰囲気で。そうですね、はい。これあれなんて読むんですか。小滝高専。そうです、はい、まあ、小滝高専です、はい、あ、いいですか、上がってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。奥からもう一方、はい、あ、あの、おかみ、おかみです。おかみさん、はい、初めまして。どうも皆さん、はじめまして。すごい山奥に立ってるんですいいですか、上がって、はい、あ、どうぞどうぞ、はい。佐藤と申します。あ、佐藤さん、はい、通称マー君って言います。マー君、じゃあ、はい、いいですか、マー君でお呼びしても。あ、どうぞ。マー君とさっちゃん、はい、ご夫婦でここやられてるんですか。そうです、はい。高専っていうのは、はい、いわゆるその温泉のことなんですか。何ですか。高専はあの湧き水と同じで温度がないんですよね。14度ぐらいですね。それをあの加熱するわけです。なるほど。あと温泉の成分が一定の含んでますんで、温泉の部類に入りますね。なるほど。だ、成分的には温泉のように部類に入りますね、はい、温めて。そうですね、はい、ちょうどこうお風呂のいい温度にしてるからの光線っていう。そうですね、よくしこちゃんになりますんで、はい、あ、早速こちら入っていいですか。どうぞ、ご一緒どうぞ。じゃあお風呂見ましょうか。ね、すごい昭和レトロな感じ。あ、入り口はなんか最近な作りになってるけど、中開けるよ。おお、あら、素敵。え、マーク、はい、これ周りはこれ木じゃないですよね。石になってますね。石の作りの、はい、なんかもう色が効きそうな
色してますね。油脂布でちょっとね、あの赤く色づいてきますね。色づいて、はい、いやこれは確かにちょっとこれで、はい、どんな感じで入ったんですか。普通にあのちょっと洗ってしてで普通に入ってもらえばいいぐらいですか。はい、ちょっと一応こう番組なんで、はい、僕タオル巻いちゃいますけど、あ結構ですよ、どうぞそこに行く、はい、全裸じゃないですけど、はい、全然大丈夫です、はい、さっちゃんもごめんなさいね、すいませんね、せっかくの、ね、お風呂なんですけどタオル巻いちゃって大丈夫ですか。お背中流しましょうか。焼いた大好き、準備できました、準備できましたね。おかみさんの私物だから、あおかみさん貸してくれたんですか。おかみさんがいいのが、あ似合ってるわ。おかみさん、これでいいですか。これでいいですか。はい、おっかくバッチバッチバッチでかわいい、ね、かわいい、かわいい、ナイスナイス。おかみさんの私物、これそれだけ見せなかったんです、すいません。ちゃんと、はい、じゃあ失礼して、はい、一回かけ湯します。かけ湯しましょうかね。じゃあやっぱりね、かわいい、よかったね、かわいいって言われて。温度、あ、熱くない熱くない、そんな、ね、いい感じ、いい感じ、あ、やだ、外れちゃう、ねえ、なんでその女子っぽくやんのよ。ちょっと外れちゃう。おっぱい隠すのやめてもらっていい。何だって、これしてんだから。おかみさん、これだって娘さんからもらったやつだって。あ、娘さんがくれたやつを大ちゃんに貸してくれたの。貸してくれてんの。あ、じゃあもう使えないね。いや、そんなことねえわ。いや、なんかでも、ほんと、色もいい感じですね。ね、効きそうじゃない、これ。失礼して。はい。よし、滑るぜ。おぉ。あー、足がじんわり。来るね、やっぱね。おぉ。あー、気持ちいい。いわゆるこう、ぬめっとした感じじゃなくて、サラサラとした感じ。ね、違うんすよ。違うんすよ。ね、うん、え、違うんだよね。そういうことじゃないんだよね。え、違う、まず、違う、まずは。違うんです。そう、根本です。ごめんなさい、こういうことね。もう。こういうことよね。あとさ、胸隠すのやめよう。なんで？もっと鍛えられてたり、もっとポチャっとしてたら面白いんだけど、違う。なんかってその女性みたいに隠すのやめて、なんかああそうねぐらいの体だからさ、面白くない見せてね。見せた、撮って撮ってよ。のってんな今日。やだ、何を覗いてる人がいや心配になって覗いちゃいました。よかみさん本当にすぐ温まりますね。そうですね、鉄分があるんで、あとメタケイさんなんかも普通の温泉なんかの効能の3倍近く入ってるんで、美肌効果もあります。これで可愛くなりますかね。もっと可愛くなる。やだー、サンちゃんちゃん、お嫁に行けちゃいます。やめてください、お嫁に行けちゃいます。この後温泉気持ちよかった、焼いた大好き、温まるね。そうね。いいお湯でした。焼いた大好き、見てわかる？何？もうちょっと眠い。なんで？やっぱお風呂入って気持ちよくなっちゃったね。あ、なるほどね。昭和レトロだったでしょ。昭和レトロ最高。うん、はい。続いてこちらです。ここ。あ、一番館さんっていう。あ、なんかもう見た目が完全に昭和レトロだね。逆にこのなんかギャップでめちゃめちゃタピオカとか出てくるのかな？タピオカ。タピオカの下りを、おい、なかったこと、そって、うん、俺の今さりげなく言ったタピオカはもうすってなかったことにして、昭和レトロって言ってるのに、昭和レトロ、はい、あら、店内もすごい素敵じゃないですか。本当にこう昭和なモダンな感じっていうんですかね。レトロなね。マスターもしかしてコーヒーマスターですか？ええ、もう昭和301年からやってんだからね、うわ、じゃあ本当に昭和からのコーヒーをもうそうですね入れてらっしゃる、はい、だってほらこれなんていうんですか、こういう機材は、これは今サイフォン、サイフォンだ、サイフォン、そうそうそう、これで入れてるとこなかなかマスターないですよね今。そう、一回温めたカップに必ずカップを温めないとね。ここから違うんだ。おー、はい、コーヒー、うまいですね。お願いします。あ、来
来た。失礼いたします。おお、あらすごいボリュームで、ちょっとすみません。ハケが早かったですね。これはもう、はい、うちのお店で一番の人気の B セットってワンプレートでちょっとこういろいろ召し上がれるっていうんで、男の方は特にちょっとボリュームがあるんで、かなりのボリューム。そうですね。そう、皆さんね、食べれるかな食べれるかなって言いながら召し上がって帰ります。お父さん、ちょっと昭和的に言うと星めっつです。平成ですって。平成、それは平成です。あれ平成、まちゃっちゃん、あれあの番組平成か、うん、このまま行けばね、はい、なんだろう、絶妙なケチャップ感的なこのね、ちょっとこの香ばしさとかさ、ね、この肉のなんだろう、油がさこう絡まってる感じがさ、昔ながらのナポリタンだよね。パスタじゃないんだよ、スパゲッティなんだよ。ああ、いいこと言ったね、うん、女の子にパスタ食べに行こうって言われたらゲッティだろって言う言うよ、ゲッティだろって言うよ、それね。美味しい。でも何年経っても食レポはダメだないくつになってもいくつになってもいくつになっても甘えん坊みたいな言い方するね。あとね、すっごい俺思い出したんですけど。何ですか。ほんと麺食べるのヘッドクソですよね。あ、気づきました。なんかすすり方が、それが気になって分からん。これはもうパクっていけばいいんですよ、すするんじゃなくて。ああ、なるほど。だから巻いてんだもんね。そうです、そうです。何のために巻いてんだって、すすらないために巻いてんだよね。ごめんなさい。ちゃんと食べてみてください、はい、このままいけばいい。はい、お願いします。あ、いいじゃないですか、うん、やっぱ太い麺の方がさ、ソースの辛みがいいね。うん、この変に気取らないところが好き。やっぱナポリタンって、いろいろ思い出すんじゃないですか。いや、思い出す、子供の頃、少年時代の頃、小学校の5年生の時に、うん、親がね、うん、ちょっといい自転車買ってくれたのよ、はい、あのこうドロップハンドルっていう、あ、はいはい、で、あの変速の切り替えがさ、もう十何段ついてるやつありますよね。学校の前にさ、ちょ忘れ物したっつって鍵かけないで止めてさ、はいっつったの。で出てきたらさ、なくなってたの高い自転車。思い出しちゃった。なんで鍵かけなかったんだろう俺は。どうぞどうぞ。あ、いや、ごめんなさい。ナポリタンの思い出はない。はい、思い出はナポリタン。入ってませんでした今。いや、全然入ってないです。自転車とドロップギアの話です。ドロップハンドルのところはナポリタンは全然かかってないですね。そうっすか。それ買って何日ぐらいで盗まれたんですか。1ヶ月ぐらい。親に超怒られました。めっちゃ怒られた。ですよね。よし、じゃあハンバーグ行きましょうか。せっかくなんで。はい、ちょっとこれ言ったら。だから分かったでしょ、今本当に。巻いてパクだからね。そうなんですね。これ中途半端に伸びてるからダメなんですね。スパゲッティをね、すする人はあんまりいないと思いますよ。いや、これ出ちゃってだから、こう。多すぎんだよね。あ、そうそうそう、それも、うん、まあ。ほんと美味しいね。うん。あの、ハンバーグは禁止ね。それしかねえみたいな。すみったく。一回行っていいですかこれ。あ、いいですよ。おいしい？いや、おいしい。うん。ひき肉こねて焼いたやつ。よいしょ。なんて言ったんですか。ひき肉こねて焼いたやつって言ったら、いや、ハンバーグって言ったら怒られるから。ちょっとふわっとした、うん、あの硬すぎない、見た目はなんか昭和レトロなんで、うんうんうん、硬いハンバーグかなって想像してたんですけど、うん、ふわっとして、あの肉の旨味とこのソースが美味しいです。え、下手くそですか僕。だ、これ。